地域振興インターチェンジとは、高速道路建設の際に仮設された工事用の道路を整備し、地域の利便性を向上させるため本線上に組み込んだインターチェンジである。現在のところ、三苑南進自動車道にのみ整備されている。国土交通省中部地方整備局が3円南進自動車道の整備計画見直しに合わせて2001年4月に発表した計画で、 それまで全線有料で計画中だった3円、南進自動車道がこの見直しによって無料化を検討したことにより計画に盛り込まれたものである。類似の形態に地域活性化インターチェンジがあるが、こちらはすでに決定した計画路線中に地方公共団体が主体となり、建設費負担も一定整備されるインターチェンジであって、事業者である整備局側が、 工事用の取り付け道路をそのまま整備し地域に供する点で異なる。三園南新自動車道のインターチェンジの中で整備計画に盛り込まれている地域振興 IC は当初の予定では千代インターチェンジと蓬来橋 IC の2カ所だけであったが2011年2月に国土交通省飯田国道事務所長の杉井淳一が長野県飯田市内のシルカホテルで行われた 講演会において、天竜橋 IC から飯田上久方、京木戸田 IC のちょうど中間にあたる天竜橋 IC から約4キロの場所に、工事用道路を有効活用して、流行 IC を設け、2015年度の開通を目指して整備を進めると報告し、正式に地域振興インターチェンジが3カ所となった。三苑南新自動車道において、三貫の地域から、 最寄りのインターチェンジまで連絡路を整備した場合、天竜川や山岳が障害となり、大きな橋を架けたり、長いトンネルを掘るため莫大な費用や時間が必要となることから、付近の主要地報道と連結する IC を作る計画が提案されたものである。このインターチェンジ整備が実現すれば、それまで問題となっていた救急搬送をはじめ、通勤、通学や物資流通などにおいて、 大きな効果が期待されている。南信州広域連合がリニア講演会開く当初計画における暫定のインターチェンジ名は放来インターチェンジであったが、2010年7月に愛知県新城市が放来京インターチェンジとする名称案を公表。2011年12月21日に国土交通省中部地方整備局浜松河川。 国道事務所がこの名称案を正式決定した。ありがとうございます。